皆さんこんにちは、小島陽太郎です。この度角川よりキザで結構ですを発売することになりました。素直に嬉しいなっていう気持ちですね。なんか抜け出せた感があるというか、そういう気持ちです。きっかけは冒頭のおじさんが穴に埋まってるシーンで、おじさんと女の子が出会うっていう絵が浮かんだのがきっかけで、そこから描きました。最初の絵だけあって、あとは描きながら考えました。一番好きなシーンは一番最後の幽霊と清子の会話です。思い入れっていうより一番描いてて楽しかったのはキエちゃんですね。次この人は何するんだろうっていう想像しながら描くのが面白かったです。気をつけたことは、結構行き当たりばったりで描いてたんで、設定が辻褄が合わなくなったりすることもあったんで、そういうところをうまく解消しながらやることです。自分がまあ大学生なんで、若い人に読んでいただければ嬉しいです。単純に面白いと言ってもらえるものを今のところは書きたいなと思ってます。一生懸命書きました。書いてる間に卒業できなくなったんですが、皆さん、たくさんの方に読んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。キザで結構です。ぜひ読んでください。小島陽太郎でした。